皆さんこんばんは、夢ホーム石川よしひまです。笑いすぎです。さゆみ927、北村さゆみです。今夜も始まりました、ツイ生初開地。もう一回言っときます。もう一回言っときます。大丈夫ですか。皆さんこんばんは、夢ホーム石川よしひまです。 OK ですか。はい、ここからもう一回行きましょう。さゆみ927、北村さゆみです。今夜も始まりました、ついなま初開地。初開地の駄菓子屋さん、あるあるやから、毎週月曜日のこの時間、ユーストリームで世界へ配信中です。先週からダイエットを心がけると宣言した石川さん、1週間の成果いかがでしょうか。3キロ減。3キロ減、お、うん、1週間ですごくないですか。それはそうそう、物が食べれんでね、夏バテで。ダイエットとは言わないという噂が出てきたんですけど、いかがですかね。やっぱり途中茶のおかげだよ。途中茶のおかげ。今日はあの途中茶出したらかなりさっきから話題になってましたけどね。味の方は、うん、ま、薬いう感じの、うん、ま、結構ね、煮出してからね、こういうして飲めば受け、あれだろうね、うん、でもなんかあの苦さっていうのがね、なんか体に効く感じもしますけど、見る、あ、まさにね、これ痩せるわいう味じゃない。でもなんかさっきパッケージ見たら途中茶ご飯とか途中茶ゼリーとかいろいろなご利用方法はありますみたいなことが書いてあったんですよ。ゼリー運がね、うん、凄まじいな。凄まじいですね。こうなんか喉に張り付く感じがあるのじゃないそうそう。飲み方的にはじゃあ濃くして、うん、うん、やっぱあの指導された通りいこう。しっかりと結構飲んでいらっしゃるということで、この後のまた、ダイエットの成果にも期待していただきたいと思います。そんな石川さんと2人で毎週月曜日のこの時間にお届けしています。パソコンの前の皆さんも書き込みでお付き合いください。ついなま初開地、この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りします。改めましてこんばんは、夢ホーム石川よしひさです。さゆみ927、北村さゆみです。夢ホームさゆみ927は私たちがそれぞれ使っているツイッターのアカウントです。よかったらフォローしてください。さあ、まあ途中茶効果か睡眠不足か、ご飯が食べれないせいか、まあともかくダイエットは成功中ということなんですけど、なんかちょっと夏バテ気味という、うん、まあ娘の風邪がうつったりね、うん、何が原因なんかわからんけどね、もうバテバテ、うん、私もなんか先週どちらかというと週末にかけてですかね、はい、なんか頭が痛かったりもうだーっとしてて、一日ちょっとうだーって伸びてたことがあったんですけど、何なんでしょうかねこの残暑はね。ビタミンが足りんいう人もいるしね。あ、そうなんですか。いろんな、まあ、頭冷やしたら治るとかね。あ、頭冷やせや、頭冷やせやっていういろんな理由でね、別の意味なのかもしれないっていうね。あの残暑を乗り切る方法、今あの30人弱の方がご覧になっていらっしゃるんですけど、あの何かいい方法があったら教えてもらいたいと思うんですけど、石川さん的な残暑、この暑い、まあ夏と言ってもちょっと前夕方とかはね、こう今日夕方風も出てきてました、社員と喋ろうってね、うん、この猛暑はいつまで続くんですかね言うんで、うん、で9月10日まで続くらしい。そうなんですよね。でその後は何が来るんかね言うんで、そっから残暑が始まるんじゃないか言う。そっから残暑たまらんねえ話しちゃうというか、それは辛いですよね。なんかあの、うん、いい方法あります、残暑を乗り切る方法。もう家から出んことやね、これは簡単簡単、そりゃいい。こうエアコンからエアコンへこう急いで移動する、移り暮らしたいですよね。外とかもエアコン効いててほしい、そんな道路があってほしいなんてね現代人ですね私たちって。でもあの今年あの首にこうなんか保冷剤をつけるみたいなのが、うん、はいはい、流行ってますよね。お、あれ去年の夏ね売り出したんだろう。ああそうなんですか。結構問屋さんが売り込みに来たよ、うんうん、今年あのカープグッズでもあのね、こう首に巻くっていうのがね出てましたよ。いや確かに現場とかね、ああいう外のスポーツ選手とかええんじゃないかなと思ってね。でも出ない。でも、そう、でも出ない、うん、まあ、つける機会がない、うん、あの面白いことがありましたよ。ちったらさんがですね、水風呂の中で暮らす
ふやけるだろうその前にっていうお話なんですけど、あの睡眠を十分取ることでしょうって、とにかく寝る、そして飲む、飲むっていうのが何なのかなっていうのが気になりますけどね。途中茶なのか、まあ、芋焼酎じゃ、芋焼酎なのか、ネックール、そうそうネックールっていうんですよね、あの冷たくするのね。まあいろんなのが、あ、春の愛も昨日やってたらしいです、あのマラソンの中で。うん、外が暑かったら今はサウナ中と思い込むっていいですねこれね、はい、意識次第よね、はい、加賀さん、加賀スリー、あ、読めなかったごめんなさい、加賀さん、加賀スリー、加賀さんですかね、加賀さんね。えでもいろんな方法があるっていうことで、まあでも夏バテでねダウンできないほど実は石川さん忙しいんですよね、いろいろとね。うん、割とねボーン開けて暇か思うたら、うん、結構昔のお客さんとかがね、うん、いろいろ依頼くださってね。それはもしかしてこの放送を見たりして。間違いないね。おー、うん、なんか元気しとるみたいじゃんみたいな。いや声が聞けて嬉しいって言ったよね。あー、そうなんですか、うん、なかなか社長の声聞く機会がないし、すいません影さんでしたね、影さんごめんなさい。はい、今ちょうど影さんいただきました。ごめんなさい、ありがとうございます。そうなんですか。でもまあなんかそういうのがあるとやっぱり嬉しいですよね。うん、うん、まあ今あのネバネバ系を食べるとか飲むのはやっぱりアルコールでしょうとか、あの皆さんいただいてますけど、まあネバネバ系はねよく言いますよね。イカ納豆、うん、オクラ、あ、いいね、オクラ、全部軍艦巻きのメニューです。当てじゃないですか、なんか当て当て、それも当てって感じで。はい、まあ明日は8月31日なんですけど、小学生のゆうたろうくんも夏休み終わっちゃいますけど、宿題の進行状況いかでしょう。お、やっとあのバーバに尻叩かれてね、自由研究が終わってね。おお、終わりましたか。うん、あ、ちょっと出そうかな、自由研究。え、見せてもらえるんですか。じゃーん、じゃじゃ、おー、なんだこれは。じゃんじゃん、ここ出しとこう。なんですかこれ、ここからもしかして。そうそう、これ貯金箱なの。お金入れるんですか。うん、ほんでこれを移動させたら、この10円、100円とか分けて。お、すごい、ここできる。カテゴリーに分かれてるんですね。うん、数えるとき簡単。そう、入れるけ小遣いちょうだいって言うんだけどね。あー、そうきたか、ちゃっかりきた。これはあの夏の思い出って感じなんですかね、タイトルは。うん、そうね、夏をイメージしとんだよね。これ市販品なんですか。そう、こういうあの自由研究セットがね、はい、文房具屋行ったら容器あるの今。ちなみにおいくらぐらい。7、800円のもんだろうけどな。へー、これ、うん、まああのゆうたろくんがこれを作りたいと選んだんですか。そうそう。うーん、で他にもなんか粘土使うた他の種類のもんとか。へー、でこれはプラスチックの貯金箱にこう紙粘土で模様をつけるやつだからね。あと絵の具でね色つけて、芸術的になってるけどね。芸術的に、うん、かなりかなり、でもなんか雰囲気出てますよね、うん、こうなんか、そうそう、海でザパーンってこう遊びましたっていう感じが。割と我が子ながらセンスがあるの、ね、うん、すごいすごい。これを商品化しようかもってね、今から。あらあら、でもあの自由研究以外にもなんか日記みたいなのとかないんですか。うん、一行日記言うんとね、絵日記が2枚、うん、あら、まあこの前甥っ子が遊びに来てね、埼玉から、うんうん、あの時のプールで遊んだやつとか書きようだけどね、うん、うん、やっぱり今も変わらず絵日記なんですね。ほうね、わしらの頃もうちょっと余計絵日記があったような気もするが、うん、今あの2枚だけ、ほぼ毎日書いてませんでした。あの似た年代の皆さんいかがですか。書いてませんでした。書いてましたよね。ね、書いてましたよね。その天気を、そうそう、天気と一緒に書いてて、うん、あの天気が遡って書いてなくて分からなくて、こうね、今ならネットとかあるから分かるでしょうけど、いや大変だったですよ。なんか苦しみよったよ、うん、全部晴れちゃったよねって言うんだけど、そう、いや、なんか雨降った日もあったよね。一日かなんかあったよね。それが分からん言うて、ね、で、あのうちのあのディレクターは何と言ってたかというと、気象台に問い合わせたというね話も聞きましたけど、そんなことあるんでしょうか。すごいですよね皆さん。エヴァ山
気象台に、気象台にで気象官に電話して、あ、結構問い合わせ多いよね、うん、ほら今ね、一行日記は毎日で、絵日記も毎日っていう人が多いんですよ。うん、でしょ、そうなんですよ、ね、甘いな今2枚なんて許せない。その2枚すらぐずぐずやけね。いかんいかん、頑張って書いてねえ、あのなんかそれ以外にもいろいろね、あのこう図書館みたいなので、うんうん、こうなんか課題図書、なんか感想文みたいな書いたりとかあるんですか、いまだに。お、一冊以上じゃったかな。うーん、うん、それを読んだ感想文書きなさいかな。どんな本を。でうちの子はあの亀有の亮さんの学習漫画みたいな、うん、なんか人類の秘密かなんか読むんだけどね。結構本読まれるんですかね。そう、他にもね、坂本龍馬の本とか漫画とか読むんだけど、おーおー、それより龍さんみたいな感じよね、うん、それはあれですかね、あのなんか自分の中ですごくキュンときたんでしょうね、これや、うん、って。やっぱり得るもんがあったんじゃないの、子供なりに、子供なりに、あの、うん、そんな石川さん的なこう昔の思い出で、なんかこう夏にやったこと、読んだ本とか。夏に読んだ本、うん、やっぱりうちの家がなんか 本が多かったのよ、うん、偉人伝とかね、童話関係とかね、うん、だけどリンカーンとか野口英世とかね、うん、なんかああいう電気物を用意もだね。うーん、うん、感想文とかってありませんでした？感想文 2,3 冊読めでなんかね、なんか決まってたのがありましたよね、うん、今なんかアバウトなの、1冊以上とかね。うん、うん、アバウトですね本当に。で計算ドリルとかあるんだけど、家で採点して持ってきてくださいとか、ね、うん、でも私あれ大嫌いでした。計算ドリルとかやるだけやって答えがわからないまま提出するじゃないですか、うん、なんであの時こう考えたのかがわからなくって採点してほしかったです、その日のうちに。すごいね、意欲的な子だったんだな、うん、いやいや今更言われてもわかんないとか思いません、バツとかつけられてもこんなもわかんないしとかっていう口答えをしたくなるなみたいなね感じがありましたけど、あのお仕事の方はお盆が関係ないっていうことで、うん、夏休みの家族サービスがあまりできなかったっていうところは。今年はね、うん、まあ、一番下の赤ちゃんがちと暑さでね、うーん、病気取ったいうのと、うんうんうん、なかなか家族旅行できんかったよね今年は、うん、なんかその中でもこれには行ったよっていうのは、やっぱ仮面ライダーダブルじゃない。お、映画、そうですね、映画に行ってらっしゃいましたよね、ジョーカー行って、うん、かなりあのでも今回今年お父さんと子供でそうやって行った人って多いかもしれないですよ、仮面ライダーは。うん、結構、うん、昨日最終回だったけどね、うん、なんか昨日の最終回はね、あのよかったよ、びっくりしたなんていう、さっきもうすでに感想がこっちの方に、はい、あの今夜中3の1個は宿題合宿って、合宿があるんですか、うんだよね、宿題合宿、友達同士でやるんじゃない、あ、友達同士で、うん、へー、あれが楽しいかもしれんよな、うん、あの感想文とかは書いてあげる代わりにこれやってとかやってましたね、今だから言いますけどはい、よくやってましたね、悪いですね。最近ネットから拾ってくる大学生がおるらしいよね。あで、あれがバレて問題になったりね、そうそう、してますけどね。いかんね。うん、なんかあの今後のご予定は、明日なんかあるんですよね。ん？保育園で、そうそう。おお、ほうじゃ。明日保育園のプールオファメでね、うん、保育園にカッパが来るんよ。ほう？本物の。本物の。うん、川から、うん、そうそう、三田ライガーから上がってくる、ね、カッパが来る、すごいですねそれ、それちょっと見に行きたい、そんな感じですけど、うちのゆめたんが大喜びで ね、うん、ね、明日カッパ来るんやって言うけど、いざ見たら泣きながら逃げるんだろうけどね、うん、大泣きなんでしょうね。カッパは一緒にプールに入ってくれるんですかね、じゃないのかな、まあね、カッパですもんね、そりゃ、うん、料金次第かもしれない、そんなあのプールって明日プール納めっていうことは2学期までプール持ち越さないんですか、みたいなよ、小学校も授業は夏休み前で終わっとんだろ。あ、そうなんだ、うん、私たちの時ってこう9月の
あのちょっと初め2週間か1週間かあって、うん、あの25メーターのじゃあ速度を取りますとか泳げるかどうかのなんかテストみたいなのがえらい寒くて嫌だった思いがあるんですけど、いや最近ねあのプールで風邪ひいた言うて親が怒鳴り込んでくるらしいけどね、もうそれ先生も気使うんだろう。へー、そうなんですよ、プール納めなんですって。あのカッパは暑さで干からびるんじゃないですかって、カモメトイボックスさん、ね、うん、頭に途中茶塗ってるけ大丈夫、途中茶なんだ苦そう。カッパってでもすごいですよね、カッパが来るってね、絶対楽しくなるんじゃないかなと思いますけど、うん、まあこれからもうあさってから9月ですよ。ほんまね、ねえ早かったね。なんかあの旅行にも行けなかったので今後また時間を作っていこうかって なんておっしゃってましたけど、もう秋口頃ね、うん、ちょっと家族旅行しようかねいう話が出てるね、うんうん、でも秋口ってこれからね、うん、ホテル取ったりなんだりも大変な時期ですもんね、一番そういう温泉だったりとかそういうのになると、うん、高速のあれでまだ混雑するだろうね観光地が、うん、ねえそうですよね。あのカッパ話がかなり続いておりましてカッパ、ガンス娘さんは金槌なんですって。ガンス娘さん、あの火曜日のリスナーさんなんですけど、あ今あの、はい、ゼンマイ侍の後に花がっぱがしょうる系ね、はい、カッパ喜ぶんや子供が、あ子供がですか、うん、NHK 教育ですね、そうそうそう、はい、シャキーンの後にね、へえ、うん、やっぱりそういう意味でもカッパを選んだんですかねどうなんかね毎年来るみたいだけどね。へえ、まあ、うん、プール納めっていう言葉があること自体ちょっと私たちとしてはびっくりだったんですけど、うん、ちょっと早いよな、うん、まあ今年は特に暑いけね、まあそうですね、うん、まあ明日は4月31日ということで、ファミリープールの方とかね、ああいうあのプール系も全部一応プール納めというかまああのシーズン終わりっていうことなんですけどね、私としては9月の最初の土日までやってほしいなという、もうちょっと気候を読んでほしいよね、うん、天候をね、ねえそんな風に思いますけど、まあ旅行先からぜひつい生なんてやっていただければなんていうそんな話まで来ております。まあそれは坂本龍馬と同い年のおじいちゃんがおるらしいけどね、そうよ本当よそうそう、何が起こっても不思議じゃないよ今ね、うん、あるかもしれません。さあということで9月に入るということで、9月のですね行楽の参考になるかもしれません、廿日市のお祭りの情報をお届けしましょう。の11日の土曜日と12日の日曜日に市民祭が、そして10月10日の日曜日には廿日市天満宮の秋祭りが行われます。お祭りを彩るのは俵神輿です。この俵神輿、ただいまなんと神輿の担ぎ手を男女問わず、募っていらっしゃるそうです。そしてプチ情報なんですが、廿日市天満宮のお祭りは1900じゃないですよ、1000じゃないですよ、196年前の文献にも記されているということで、すごいですね、すごい伝統行事だそうです。クライマックスとなる三座の神輿は108年前に新調されたという歴史を誇っております。担ぎ手の募集については詳しくはソーシャルストリームに表示しますので、そちらでご覧ください。すごくないですか、196年前ですよ。何しよったかなその頃。いや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 何だったかなその頃って感じですよね、ほんとね、でも文献に記されている上に108年前に新調されたっていうぐらいの大きなおみこしですので、うん、はい、ぜひこちらあの、まあ、地元のお祭りなので担いでみんなでお祭りを盛り上げるなんていうのもいいと思いますので、はい、行ってみていただきたいと思います。それでは、毎週ご紹介してるんですが、カープの応援歌を歌ってる姉妹ユニット秀樹とゴイチのお二人から新曲が届きました。こうしてラジオ番組が取り上げるのは実はここが初めてです。懐かしい名前出てきます。一曲お届けしましょう。秀樹とゴイチでいつか僕らも縁側で。いつも父ちゃんとおじちゃんが縁側座って話しょった。あの夏の泣いたは思
白うてやれんかった強いカップがそこにおったけん細い頃から母ちゃんに何遍も聞かされたシェイキーズでピザ食べてファンファンやらとか急よってデートの最後は市民球場初めて行ったデーゲームは空がぶち青いね見上げとったらそこに飛び込んできた前田のホームラン池ヶ谷が木の下が外こばが水谷が水沼も道原も三村も変わってもみんな誰かのヒーローのまま赤松が天谷が栗原がそよぎが拓郎も東でも前剣も忘れんあの夏ボールを出せなかいつか僕も縁側で誰かとあの夏の話をしたい第1後半は石川さんが今思っていることを自由にトークしていただくコーナー名付けて石川コラム今週はどんなお話が聞けるんでしょうかそれではお願いしますはい今さっき出た廿日市の伝統的なお祭りに関してねで、まあ、私ら正直言ったらその廿日市の人間じゃないからでまあ、生まれ育ったのは福山で、で、まあ、こっちへ来て大学の時に廿日市市言うてそのなったような感じで、うん、でそれまで廿日市いう町を知らんかった、うん、大学でこっち来て初めて知って、まあ、まさか自分がこっち住むようになるとは思わんかって、まあ、成り行きでねこっち来てで会社を起こして11年目になって、うん、でまあ、地域地域いう言葉をね思い出したんがねその長男が小学校入った時、うん、その時初めてねこの
地域社会とかその廿日市町はどんなんだろうって、うん、でやっぱ子供ができたけお祭りとかどうなんかねと、うん、その時になって初めてその周囲廿日市の、まあ、伝統いうかな、うん、あれに目を向け出した、うんうん、だけまあそれ思いはもう 7,8 年しかその周りに目を向けてない、うん、で、あこんな祭りもあったんだっていまだに思うような感じなんね、うん、でまあ同じような感じでよそから廿日市へ引っ越してきた人、うん、でわしらもまあ仕事柄リフォームでね引っ越してくる家を新しくしてでお客さんを迎え入れて、うん、でお客さんらも結局不安なのよね、うん、知らん町へ来てこれから どういう人らと付き合っていくんかなとか言って、うんうん、で結局お祭りいうのは、ま、地域と一体化してるよね。地域でお祭りしてその昔からおる人と新しく来た人の、ま、協力言うたらいいだけどみんなでこの祭りをやろういうだけどういうかな伝統湯もそうやって新しい人を受け入れながらこう続けてきたんだろう思うしね、うん、でまあなかなか知らん居酒屋行ってもバッと開けたら常連さんばっかりおってから入りにくい理由があるじゃない、うん、ああいう感覚があったのよ祭りに関してね、うん、一旦はええけどなんか知らん地の人ばっかりで、うん、こう知らんやつが来たみたいな目で見られたら怖いなとかねああいうのあったけどまあどういうかね幸いそういうこともないみたいなしね、うんうん、だけどまあ新しく来た人がこう地に溶け込んでいくいうか、まあ、どんな人がおるか分からんしね、うんうん、一回その参加してあこういう人らがおるんじゃいうので溶け込んでいく、うん、でそれがまあ地域いうことになっていくんだろうしねでまあ祭りだけじゃないしね、うん、町内会でもそうね子ども会でもそう、まあ、町内会入らん人も増えてきおる現状でやっぱこのお祭り自体もね、うんまあ、活性化していかにはいけんのんじゃないかな思うよ、うん、それにはやっぱり、まあ、これから新しく来る人の方が多いじゃろうけどね廿日市は特にベッドタウンとしてね、うんうん、としたらやっぱり新しい人が積極的にこう地域の伝統のお祭りに参加していくべきじゃないかなとは思うよね、うんまあ、あの新しい人たちもこう尻込みをせずに入っていかなきゃいけないしそれを地元にいた方たちもこう受け入れる、うん、なんかあの部分があればまた入っていきやすいしっていうねでも、うん、あのどっちにしろお祭りってあの大人の人たちがもちろん、ね、あの楽しむというよりも子供のね、そうそう楽しむ場所でもあるので、うん、ぜひねそんな風にあのいい夏祭りを、まあ、あのこれから秋祭りになると思うんですけどねもうねシーズンになる、ねうん、まだまだあると思いますのでぜひあの楽しいお祭りをして皆さん楽しんでいただきたいと思いますということで石川コラムでした、毎週このコーナーでは石川さんが自由にトークするんですがご意見ご感想そして話してほしいテーマなどありましたらついなま廿日市のツイッターついなま201または石川さんの夢ホームまでお寄せください。そしてもう一つお知らせ。この番組と同じついなまファミリーのついなま熊本はこの後11時からです。こちらもどうぞ楽しみにしていただきたいと思います。さて石川さん、5回目の配信もそれぞれもうそろそろそれぞれだってそろそろ終わりの時間ですか、はい、言い残したことはありませんが大丈夫ですか？うん。まあ最初のつまずき以外は順調だったかなと大丈夫でした大丈夫でした、はい、もうねでもあの最初かなり周りのプレッシャーがすごかったですからね今日はいや直前になって途中チャイムが入ってねああ思ってね途中じゃねやばかったな、はいまあ、ぜひ皆さんにはあの今後途中茶を飲んでどんな石川さんに変身していくのかをはい、毎週お伝えしていきますので 今3キロ減だけど、はい、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします、はい、さてこの番組は、素敵住空間夢ホームのブログでもいつでも視聴が可能となっています毎回ライブ配信終了後には掲載しますので聞き逃した方もご安心を
よろしく。今入ってきた方ごめんなさいね、もうそろそろ終わりですけど、そちらにチェックをお願いいたします。そして番組の最新情報はツイ生201の番組ツイッターのほか、石川さんの夢ホーム、私のさえみ927でチェックしてください。それでは今夜はこのあたりで、お相手は夢ホーム石川よしひさとさえみ927北村さえみでした。ツイ生20日市、この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りしました。